始まるよ。どうみさん、こんにちは。たるわっこうじょのアンドゥーです。いけない謎解き、前回の追加から遊んできたいと思います。それではスタート。いけないインスタグラマーだって。なるほどね。駆け出しインスタグラマーの千春は今日も写真の投稿になんだ慎んでいる。彼女は女性だけでなく男性のフォロワーもいるようだが、その理由は何だろうか。そんなのね、一択しかないでしょ。こんな格好でやったら男も見るよ、そりゃ。化粧いいなんて興味ない。千春は胸元を強調した大胆な格好をしている。これを目当てにする男性フォロワーがいるんだ。なるほどね。これも戦略の一つですよ。女性にはブランド品の紹介やグルメの写真が受けている。ご飯の投稿をたくさんしても細身のスタイルを保ってすごいと評判だ。その秘訣は何だろうか。何だろうか。あ、これか。あ、捨ててるってことか。あ、やばい、これは炎上仕掛けてる。食べ物はもう無駄にするだと。料理の写真を投稿したら食べずに。ヤンキーすぎるだろ、やってること。バズる写真を撮るためには手段を選んでる場合ではないそうだ。投稿だけ見るとキラキラした豊かな生活を送っている彼女だが、そこには裏があったようだ。え、裏？こんな綺麗な部屋で裏なんてある？お前、家賃滞納してるな。さては、バズるために。バズってんだからお金ありそうだけどな。千春は借金をして投稿のためのブランド品や食べ物を購入していたのだ。いいね欲しさのために借金までして偽りの生活を演出していたとは。極限じゃん、もう。そんな千春はここ最近フォロワーの増加に伸び悩んでいた。さらなるファン獲得のために近所で調達してきたのはこれだ。え、猫か、もしかして。あ、やっぱり私の可愛さと猫の可愛さ、ダブルパンチでってことね。猫である。もちろん野良猫を拾ってきたなどとは言わず、高級ペットショップで一目惚れしたというコメント付きだ。しかし猫を作った投稿もバズることはなかった。いつかその努力が報われる日を切に願う。お、デートだって。今日は彼女が前から熱烈に行きたがってたテーマパークにやってきたんだけど、おいおいおい、大好きにも程があるだろう。その量は何なの。何がこれか。謎の大好きにも程があるな。確かに彼女のバッグにこのテーマパークのキャラクターが大量に付けられている。いくら好きだからってもう大人なのに恥ずかしくないのかよ。いや、まあいいでしょ、別にそれだけ好きってことよ。かわいそう、お前が必死で列に割り込んだせいだぞ。あの子が一生トラウマを抱えることになったらどうすんだよ。誰？あ、この子だ。最低。こんな彼女をね、彼氏として一括してあげなきゃダメよ。女の子が泣いてしまった。キャラクターと写真を撮るための列に彼女が割り込んだせいなんだ。両親もドン引きしてるし、これじゃ俺も立場がないよ。もういいじゃん、俺には一瞬しか見えない。今度はちょっと角度変えてって。これで何回目だ。え、あ、写真のことね。確かに全然わからない。なんなら彼氏と一緒に撮ってくれよ。さっきからスマホでキャラクターとのツーショットを撮らされてるんだが、彼女のこだわりが強すぎて何枚撮ってもダメ出しされるんだ。もう帰りたい。怖ー。今までおしとやかな子だと思ったけど、熱中すると周りが見えなくなるんだな。なんだよその表情、夢に出てきそうなんだけど。これか、ガチおこスタイルね。ふざけんなと。写真の出来が気に入らないと言ってついに怒り出した彼女。自分のことは棚に上げて俺のことを責めるってどういう神経してんだ。今日はもう帰らせてもらおう。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。